大きな大きなタンポポの花びらにメッセージを書いた掲示物です。まず画用紙を3等分します。長い方の辺を測ったら3分の1のところに印をつけます。ここに合わせて折って、このように切ると画用紙を3等分することができます。それをさらに細長く半分に折ります。1枚の画用紙からこれが3つできます。今度は花びらのギザギザの部分を作ります。いらない紙に長さを写し取ったら、これを4つに折ってください。滝の部分をさらに斜めに折ります。ここをハサミで切るとタンポポの花びらのギザギザの型紙ができました。これに合わせて花びらの先を切っていきます。次にメッセージを書くところに罫線を入れます。片側は3等分、オレンジ色の色鉛筆で線を引いています。反対側は2等分してください。3等分した方に6年生へのメッセージを書きます。2等分した方にはひらがなで大きく1年生へのメッセージを書きます。開くとこんな風になっています。上がギザギザになっているものと下がギザギザになっているものの2種類作ります。裏表で6年生用と1年生用になっています。これを3枚ずつ、6枚で1つの花ができます。同じ大きさでちょっと違う色の花びらを6枚作っておきます。こちらは裏表はいりません。次に葉っぱを作ります。画用紙を半分に折ります。そして正方形に折って、ここで切ります。残った部分で2つ正方形ができますが、少し大きいのと小さいのを作って、中くらいちっちゃいのと、だんだん正方形が小さくなるようにします。この3つの正方形、並べて糊で貼っていきます。真ん中の折り目が一直線になるように貼ってください。これで葉っぱの出来上がりです。最後に花の真ん中、花芯の部分を作ります。
用紙を半分に折ったら適当な大きさの丸を描いてください。周りをギザギザにしたいので、これはお椀を使っていますが、コンパスを使ってくださって構いません。シュレッダーバサミで切り込みを入れていますが、ハサミでも構いませんし、ギザギザバサミでも構いません。真ん中には6年生用のメッセージを書きます。そして裏側には1年生用。透けるようなら裏表で2枚作ってください。これを掲示していきましょう。真ん中から貼っていきます。間隔を見ながら置いて、まずメッセージのない花びらを置きます。位置が決まったらメッセージがある花びらを貼っていきます。葉っぱをつけたら、周りに蝶々や桜の花などを散らしましょう。卒業式が終わったら、3月の間に裏返して、入学の掲示に変えておきましょう。これで1年生をお迎えすることができます。